動物奇想天外デッキ、どうも龍です。さあ本日なんですが、動物奇想天外デッキをねやっていきたいと思います。検討中デッキですね。検討中、何が新パックで強化されたかっていうと、あのレスキューラビットっていうね、このウサギちゃん、この足短すぎウサギちゃんが、こいつがですね、まあ、あの効果、こいつをリリースすると、リリースじゃねえや、除外すると、デッキからレベル4以下の同名の通常モンスター2体を特殊召喚できるっていう効果を持ってるんですよ。まあいろいろね、あの相性がいいデッキあります。あのベルズとか、ジェムナイトとかいろいろあるんですけども、あの剣闘銃すげえ相性が良くて、これなんでかっていうと、俺クマさん出してくれるんですよね。クマさん、ハチミツさんみたいなっつってクマさん出してくれるんですよ。でこのクマさんが2体出てくることによって何が起きるかっていうと、これ発動していた場合、グラディアルリジェクション、これね、デッキから剣闘銃モンスターが特殊召喚されると、同じ種族がもジムフィールドに存在しない剣闘銃をデッキから特殊召喚できるよ、守備表示でっていう効果なんですよ。だから何でも出してこれるんですね、剣闘銃で、剣闘銃モンスターであれば、その基本的にはあの種族違えば。なので、これ発動して、レスキューラビットを、召喚して効果使うとアンダルが出てきて、でリジェクション効果で、ウェスパシアスが出てくるんですよ。でこれウェスパシアスって融合素材になってるんですよ、あるモンスターの。それがね、これドミティアロスっていう、こいつねめっちゃ強いんですよね、このモンスター。ちょっと効果すげえ長いんですけど、簡単に説明すると、モンスター効果絶対飛びます1回。なんかなんだろうな、天罰内臓みたいな感じ。しかもコストいらない天罰内臓モンスターなんですよ、これめっちゃ強いんですよ。これを先行で今回は出します、あの今のギミックで。これがねロマンなんだよな。これ先行だったらめっちゃうざいから、モンスター効果1回止めるし、打点3500あるしみたいな感じで。で一応こうゴミをね入れないといけないんでね、ちょっとね若干その今までのデッキと比べると若干ロマン性的な部分は高くなるんだけど、まあ、これ揃った時は相当強い。これだけ来てる時一番やばいけど。でこれだけ来ちゃってる場合のカバーリング方法ですけども、これ通常モンスター2体出せるんだけど、出したモンスターはエンドフェーズに破壊されちゃうんですよ。だから絶対なんかしないといけないんですよね。出してきたモンスターを変身させるとか、エクシーするとかしないといけないんで、苦肉の策でレスキュラビットしか来てなくて、何にもこれとか来てない場合は、アンダル2体出してきて、ダイヤウルフをするか、もしくは、エネゴリ君になってください。バニラモンスター。このモンスターね、デモンズチェーン多分効かないですから、これ通常モンスターらしい、これ。多分。これ召喚条件だもんね。これ効果モンスターじゃないと思うんだよ、これ。多分ね、デモンズチェーン効かないと思うんだよ、これ。エネゴリ君。なので、そういう手がなっちゃった場合は、これ出してくださいっていうことですね。で、あとのギミックはバランスにして、まあ、この2枚を揃いやすくしつつ、トラップカード引きたいという、まあ、そういう感じになってます。で、この辺の魔法カードはまあ、何でもいいんですよ。環境メタであれば。めぐるが一番一応汎用的に使えるんで強いかなと思ってるんですけども、まあ、ネクロバレーとか、コズミックサイクロンとか、まあ、清掃とか、ああいうの辺でも何でもいいです、これは。で、ウェスパシアスは、デッキから出てきてほしいんで、引いちゃうとやばいんで、2枚入ってるっていう感じですね。で、あとの1枚ずつのモンスターは、お好みでって感じなんですけど、ラクエルを入れておくと、先行ヘラクイーノスもできるんですよ。なんで一応入れてます。で、ちなみに予想外が、あると、予想外、ラビット、で3体グラディアルビーストのアンダルが並ぶんで、3体融合ネロキウスもできます。一応いろんなねあのギミックがあるんで。そしてね、ラビットと剣闘銃のいいところは、あの剣闘銃って融合するときデッキ戻るんで、もう1回ラビット使えるんですよ。これが一番相性いいですね。早速先行ドミティアノス決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあまずは初手がガンギマることを祈っていくのみ。さあまずは一回初手ガンギマろう。ガンギマったわ。このハンドが欲しかった。さあリジェクションからのウサギちゃん召喚し、ウサギちゃん効果、自身を除外してデッキからクマちゃんを特殊召喚。ハチメント食べたいな。さあそしてデッキから剣闘銃が特殊召喚された場合、デッキより特殊召喚されるのはウェスポーチです。そして俺は3体のグラディアルビーストをデッキに戻し、あらららセルカボンおじさん、カードおじさんセットターン終了。これが地上最強戦術、セコードミティアロス、つえーつえー
ちなみにドミティアロスの効果は、ちょっとカップを受け、説明しておくと、モンスター効果を1回止めます。コストなしです。天罰内蔵モンスター、過去手札コストなしみたいな、それは別にいいんじゃない？最強ですよ。これが最強です。だからデスペラードの効果、止めます。強いですね。水ジャッジの効果も止めますね。基本的に。あのデッキね、結構モンスター効果意外と頼ってるところあると思うんで、かなり強いと言っていいでしょう。さあ、セットからの、まあ、フォートレス出すか、サンクセキモいな。サンクセはキモいな。フォートレス捨ててフォートレスか。なるほど。フォートレス捨ててフォートレス、オッケー。フォートレス捨ててフォートレス。バトル、ほう。なるほど。それ闇属性じゃないのいい？それ闇属性じゃないから別に。それ破壊されてさ、いや、この効果無効にするけど。あなた、ドミティアロスの効果ご存知ない？あれ、先生。先生、あれ。先生、ドミティアロスの効果ご存知ない？ビリ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 、つえあ、ついよ。これ、変身ありやな。変身結構ありやぞ。なんだらいいんだろう。これ、変身ありやな。もう一回別にドミティアロス出そうと思ったら出せるしな。これ変身してバックアップとくの結構ありなんだよな。だからドミティアロスって変身すると1体にしかなんないんですけど、まあでもこれ変身しますよ、多分ね。サンクセはさすがに。さすがにサンクセはね、これ1回ちょっと、ベストローリー特殊召喚成功し効果、相手のクセカードを1枚破壊させていただいて、そしてリジェクションの効果ももちろん発動。さあ、リジェクションの効果で、ウェスパシアスが一番打点高いし、ウェスパシアスでいっか。ウェスパシアス、これデッキから特殊召喚していますけど、モンスターの効果で出てないんで、因果切断、怖いカード入ってるな。なので、なるほど。ですね、これ1回意表をついたガイザレス一発いっちゃっていいんじゃない？ネオキウスとかで因果切断されたらキモいもんな。これ1回使わせよう。さあ、イチゴちゃんとクマちゃんをデッキ戻して、これデッキ戻るからさ、またラビット使えんだよね。これがめっちゃ強いの。そして、グラディアルビースト、ガイザレスの効果。もちろん、セットカードを2枚破壊させてもらおうか。さあ、どうする？因果切断、まあ、辛いんだけど、言うて1体残るんでね、モンスター。なんとかなるんじゃないでしょうか。さあ、どうする？隕石したらだって、手札なくなるから、一族の結集 OK。結集はいいよ。で、フォートレスくらいしか出てくるのないでしょ。多分。まあ、結集は破壊してしまったので、また結集がセットされると。いったところ。はい。隕石、なるほど。ってことは、あれ、デスペラードやな。あれ、デスペラードか。あれさ、捨てないってことは、あれ、隕石打つもん狙って普通ね、盲信するでしょ。盲信して、ここと、そして、さらにカードを選択して、あ、そっか、これ2体いるから、これ2枚入っていいのか。強っ。で、ここ2枚破壊して、で、攻撃表示にして、で、カードセットして、バトルフェイズしていく。はい。あ、テンパなんすか。テンパなんす。それ、隕石した方が良かったのでは。それはあんた、隕石した方が良かったんじゃないの。はい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 、いいですよ。で、バーンと踏んだくって、で、効果、ガイザレス効果、さあ、なんだっけ、あれも割っていきましょう。あの決心も割りますよ。もちろんね。さあ、ベスパシアス変身しますよ。はい、神ゲー。はい、神ゲー。先行ドミティアノス最強。さあ、お相手の方、勇気。ふん。勇気。あ、高校ドミティアノスですか、これは。先行欲しい人生でした。リジェクションとウサギがある場合は、結構出せるモンスターを選べて、例えばですね、ネロキウスも出せる。そんな雑魚展開していいの？まあ、とりあえずリジェクションも結構意外強くてさ、これ剣闘獣がバトルフェーズ以外で対象にならないんですよ。なんで、意外とそれが強い勝ったりする。結構、例えば今流行ってるデルタテロスとか効かねえし、でもセプターであれ割られて、あれか、リジェクション割られてデルタテロスで殺されるか。まあでもそれを止めるっていうね、ドミティアノスで。これドミティアノスでいいよ。さあ、ですね、ディスティリードローをさせるかどうか問題は結構あるんですよね、これね。ディスティリードローをさせるかどうか問題結構あるんですけど、
まあでも殴っちゃってもいい気すっけどな、これな。これね、まあなんかあるのは絶対知ってるんですよ。でそれは無効にします。でなんかクリーボールかなんかありますね。これはバトルで終了前はいいわ。でディスティルドローはいいです。で最悪ドラゴニティとなった場合もう止めるわ。頑張って猛進する剣闘銃あって、モンスター効果一回無効するんで、多分意外といけるとか結構かい。ムーンライト、ここ止めるしかないんじゃね。これ融合モッティラーにかけるっていうパターンあるよね。これ知らないっていう相手が、これね融合持ってない説をにかけるしかない。ドミティアノスかけるしかない。あでもかけるしかなくもないか、別に今対象に取れないんですよ、グラディアルビーストモンスターは。だからキツネ効かないっす。キツネ効かない。えこれ意外と強いんじゃないで。俺これさ、ウェスパシアスいるからさ打点4000になるよね。ダメして、いやこれさあそっちサーベルタイガー出してきても多分俺いけるよね。これまあ赤でモンスターの打点無効にするゼロにできるっていうこれ効果できない、発動できないんですよ。対象取れないんで今リジェクションの効果でドミティアノスは対象取れないんでゼロにできないからもう何もできないと相手は。まあこういうサーベルタイガー出せっていう話あるけどね。正直サーベルタイガー出してきてぶん殴ってきてウェスパシアスで4000で返るしよ。神ゲーか強くない？強いんだけどこのデッキ決まったら、典型で決まったら強いデッキ。話しろしいいでしょう。あいつ戦闘では破壊できないんで、バトルフェーズ入ってでも500でしょ。これ500だからさ、これぶん殴ったら勝ちか。ダメしてウェスパシアス特殊召喚、さあウェスパシアス特殊召喚成功。さあなんだクリボールか、クリボーバカめ、モンスター効果は無効、ドミティアノス止めろ。はあ強え強え、やっばこのデッキ環境トップなのでは。対戦ありがとうございました。さあお相手の方ダイナソー龍崎とかもろくなデッキじゃないやんか。絶対巨大結成もろくなデッキじゃないよそれ。神ゲーだ、先行ドミティアノスだ、神ゲーでした。さあレスキューラビット召喚、レスキューラビットの効果自身を除外してクマちゃんを特殊召喚。さあ特殊召喚成功時リジェクションの効果発動、デッキよりウェスパシアスを特殊召喚、そして俺は3体のグラディアルモンスターで融合あらららら先行ドミティアノス、そしてカードを表セット。いやこれ強い、モンスター効果2回無効、さすがに強い、さすがに強いぞ。巨大決戦キモいけど若干深淵の宣告者やっべやっば、ちょやめろよお前、ふざけんなよお前、ふざけんなよお前、ふざけんなよ、マジふざけんなよ。きんも、でもまだレスキューラビットいるからワンチャンあるか。レスキューラビットやめても巨大決戦ややばい終わったか。レスキューラビット生き残ってるからアブラム、お前誰だよ。あー巨大決戦だー、キモいこのデッキ、世界一キモいこのデッキ。